ここは読んでいました。あとシュート、ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね。攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。